ねえねえ、せいさん。どうしました、まつりさん。鬼にね、なりたいの。はぁ、すごいですね。鬼？そう、鬼ってどのお話においても人類に恐怖という感情を与える存在でしょ、うん、恐怖に支配された民衆はすべからく私の言うことを聞くわけでしょ、うん、神様やってるよりも儲かりそうじゃん。うん、なん、あんまりそういうの外で言わないようにしてくださいね。だから今から私が鬼になるから、せいさんは恐怖に支配された民衆やってもらってもいい？あー、まつりさんがやりたいならいいですよ。ウィン。いや違う、それは違います。コントの、コンビニコントの導入のやつですよ。なんでよ、鬼もコンビニ行くよ、便利なんだから。あー、そっか、設定が現代なんですね。うん、止めるの早いよ、もうちょっと様子見てから止めて、はい。あー、すいません、なんか勝手に昔の村とかだと勘違いしてました。まったく。じゃあもう一回行くよ。はい。ウィン。いらっしゃいませ。それ、はい、そこのやつ一つ。そこ、あ、タバコですか。あ、すいません、あの番号で言っていただけると。あのね、そこにあるんだからいいじゃん、めんどくさいな。それではそれ。あ、こちらですね。はい、540円です。あの袋はお付けしますか。あー、いい、もうこっから必要な分取って。うわー、財布に入ってる小銭全部出してきた。じゃあここから540円ちょうどいただきますね。残りの小銭とレシートです。はい。あ、ついでにお酒も買ってこうかな。これも一緒にお会計してくれる？待って、何？鬼要素は、これただのめんどくさいお客さんなんですよ。これ鬼じゃないんですよ。でも怖いでしょ。うん、怖い。ここから鬼っぽさ出るから。え、本当ですか。じゃあ行くよ。はい。お、肉まんも美味しそう。これもお酒と一緒に。あー、アプリ出すの忘れてた。ポイント貯めたいから、さっきのタバコと合わせてもう一回お会計して。はぁ、あの、ちょ、はい、お手数ですが、あの、この年齢確認のボタンを押してもらえますか。はぁ、めんどくせぇな。はい、こっち。いや、こっちのセリフだよ。はい、ありがとうございました。ウィン。どう？鬼要素は？あの、一つもなかったですけど。え？わかんなかった？ありました、鬼っぽさ。私が最後に買ったのは？肉まん？その肉まん、よく見て。あ、角？そう。え、だから？